熱海市で起きた土石流をめぐる損害賠償訴訟で市はこれまで黒塗りにしていた行政文書の一部を開示し原告側に送付したことを明らかにしました今日う、地災沼津支部では土石流の被災者や遺族らによる原告側と熱海市や土地所有者などの被告側が裁判の争点を協議し主に証拠資料の提出について話し合われましたこれまで原告側は市に対し 個人名などの黒塗りがない行政文書の開示を求めてきましたが、市は今月7日に被告などの名前を一部開示し、原告側に送付したことを明らかにしました。原告側は今後、集まった資料に基づき、主張をまとめていくということです。